皆さん、こんにちは。遠藤です。2月1日火曜日、大引けを迎えました。今日のトレードは皆さん、いかがでしたでしょうか。今日の日経平均は3営業日続伸となりました。とはいえ、上値の重い展開。朝方160円超プラスでスタートした後は、前場プラス400円超の場面も、その後は失速。プラス圏を維持しながらも5番は前場安値を切り下げる展開となりました。結果プラス76円となり、冷やしチャートにてこのように上髭陰線で着地をしております。冷やしては27日以降下値が切り上がってはいるものの、今日1日の流れとしてはむしろ下落で上蓋が機能。一旦の買い戻しですね。ここまでかと感じさせる形状となっております。そのため、スイングトレードにおきましては、引き続き無理をしないことを第一としていただき、どうしてもという方はデイトレイに徹することをお勧めいたします。さて、まず初めに昨日挙げました本日用デイトレ注目銘柄の振り返りを行いまして、その後明日用の注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。今日は前場デイトレ生配信がありました。注目銘柄、追加したものも含めて6銘柄で臨みました。その中でリグイ銘柄2銘柄ほどありまして、その他の監視銘柄、タイミングなく推移しております。出来高こそ少ないものの、6395、ただのですね、こちら1段、比較的大きく下落をした銘柄となっております。FIBONACCIに切り替えますと、5番はさらに1段安となっておりますね。前場の安値の切り下げる場面、そしてさらに10時半以降のドスンという場面がありました。ただ、今お伝えしましたように、出来高少なく大きくは入りませんでしたね。そして2つ目は8698マネックスグループ、こちらも1段安となりました。結果このように陰線となっております。朝方の場面、一段安と、その後は揉んでおりますので、朝方のこの場面のみとなっております。配信中ポイントが来ない時間が今日多かったことから、各ランキングを見てですね、銘柄を皆さんと一緒にチャートを確認しておりましたが、今日本日用というよりはですね、明日用としていくつかチェックできましたね。これも一つの収穫となります。また今日、そうですね、4902コニカミノルタ、このように昨日の安さと今日の安値、一緒ということで、ポイントはありませんでした。エントリーポイントなく推移しております。また会員様の銘柄研究会でですね、取り上げた銘柄が大きく利益確定できた報告もいただき、非常に嬉しく感じております。このようにチャンス銘柄のタイミングを見逃さず、引き続き利益を追求していきましょう。本日利益確定された皆様、お疲れ様でした。そしておめでとうございました。次に明日用の注目銘柄を紹介いたします。現在注目銘柄9銘柄ほど見ております。9513ですね、 J パワー、電源開発、7118FPG5541 太平洋金属、3762テクマトリックス、6471日本製鋼、5702大キャルミニウム工業所、9506東北電力、8698マネックスグループ、そして4506大日本住友製薬、この9銘柄となります。一つ一つ見ていきますと、まず一つ目が9513、J パワーとあります。電源開発日経500採用銘柄となります。今日大きく上昇プラス 15.78% で終えております。出来高は673万5800株ということで、出来高に伴いながらの上昇、今日の高値1739円、これをさらに上に抜けていけるかどうか、明日見ていきましょう。そして2つ目、 7148FPG、こちらストップ高で今日終えております。出来高は20万株となっておりますが、未約上の成り行き買い注文分が553万株ということで、明日さらに上げてギャップアップしてのスタートが見込まれます。朝からストップ高預けた場合にはなしという買いではなしということになりますが、どの程度上げるかということですね。こちら注目して見ていきましょう。そして3つ目、
5541太平洋金属日経平均採用銘柄の買いとなります。今日上にも下にもひげをつけた状態ではありますが、陽線一段高で終えております。出来高ともなっております。168万3600株、さらに高値を取りに行けるかどうか、こちら明日見ていきましょう。4銘柄目3762テクマトリックスの売りとなります。今日一段安マイナス 11.54%、 出来高は86万8300株。さらに今日の安値ところを割り込んでいくかどうか、こちら見ていきましょう。5銘柄目6471日本製鋼694円一段安マイナス 10.68% で終えております。出来高は1461万3200株と出来高入っていますね。さらに今日の安値どころを割り込んでいけるかどうかに注目をして、こちら見ていきましょう。月も崩れ、週も崩れ、日も崩れている状態となっております。どこまで下げるかと、高値掴んでいる個人投資家の投げが入ってくる可能性もあるということになります。そして6銘柄目です。こちら大気アルミニウム工業所、今日一段安上髭陰線で終えております。東証一部の銘柄です。今日の出来高は142万1600株、出来高入っておりますね。通常よりも倍以上入っております。マイナス 9.29% ということで、直近の安値ところですね、先々月付けた12月の安値ところあります。これを目指す動きが入るか、もしこれをタッチすることがあれば、さらに一段安の場面見ることが可能となりますので、これも見ていきましょう。大気アルミです。7銘柄目、まあ、ディフェンシブの一角9506東北電力、日経300採用銘柄、500採用銘柄となります。95系の電力系銘柄ですね、一段下げております。その中でも今日は 8.41% のギャップダウン、740円の東北電力、今日出来高は1087万9400株と、通常よりも出来高は入っております。もう一段の下げが明日以降入るかどうかということで、こちら東北電力見ていきましょう。そして8銘柄目、今日出しました8698マネックスグループ、日経500採用銘柄となります。さらに安値を切り下げております。今日の終値524円、マイナス 8.07%、 出来高2074万1200株、さらに安値を割り込んでいくかどうか注目して、こちら売り戦略で見ていきましょう。そして最後4506大日本住友製薬になります。今日はマイナス 5.69%、出来高2274万8700株となっております。日経平均採用銘柄、今日はギャップダウンしてから陽線出す場面もありましたが、結果上髭陰線で終えております。今日の安値どころをさらに割り込んでいけるかどうか注目をして、こちらも見ていきましょう。以上9銘柄となります。またデイトレードで思うような結果が出ないという方を対象に、マンツーマンのデイトレコンサルを現在実施しております。こちらになります。こちらは3月までの期間限定のサービスとなっております。今回新たに2月のですね、個別コンサルご予約可能日一覧を表示しております。皆さんご確認いただきまして、思うような利益ですね、利益は出るけれども、なかなかちょっと握力が弱くて長く保持できない、利益も小さくなってしまっているという方、一人一人に合わせたマンツーマン指導をしております。単発でですね、この日だけとお願いをしたいという方もいらっしゃいますし、まるまる1ヶ月ですね、受け放題を選択される方もいらっしゃいます。なおこのサービスは価値株の会員様以外の方もご利用いただける期間限定のものとなっております。お申し込みはこの概要欄から受付ができるようになっておりますので、ご確認いただきまして、本当に悩んでる方ぜひお申し込みください。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録してください。今回少しでも役に立ったという方は高評価ボタンを押してください。お願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。失礼いたします。